くお化けのムームー。今日はみんなで僕の妖怪友達を紹介するね。ムームーの妖怪図鑑始まるよ。どんな妖怪が出てくるかな。おや、池の中に何かいるよ。紹介するね、カッパだよ。水辺に住む妖怪。キュウリが大好物。頭にあるお皿が乾くと弱ってしまうよ。カッパでした。次はどんな妖怪が出てくるかな。おや、山の上に何かいるよ。山の中に住む妖怪。長い鼻で赤い顔。神通力という不思議な力を使うよ。天狗でした。今度はどんな妖怪が出てくるかな。おや、川辺に何かいるよ。紹介するね、小豆洗いだよ。しょきしょきと小豆を洗う妖怪。小豆洗おうか、人取って食おうかと歌いながら小豆を洗うよ。小豆洗いでした。さて、今度はどんな妖怪が出てくるかな。おや、丘の向こうに何かいるよ。紹介するね、ガシャドクロだよ。もたれ死に下骸骨が集まってできた大きなドクロの妖怪。ガシャガシャと音を立てて歩くよ。ガシャドクロでした。最後はどんな妖怪が出てくるかな。おや、空の上に何かいるよ。紹介するね、一旦木綿だよ。長くて白い布のような妖怪。ひらひらと空を舞い、顔や首にまとわりついてくるよ。一旦木綿でした。やっほー、ムームーの妖怪図鑑。今日はこれで終わり。また見に来てね。バイバイ。